県内では去年、熊による被害が多く発生して、県民に大きな衝撃を与えました。これからは冬眠明けの熊が餌を求めて活発に活動するシーズンになります。今年は例年以上に警戒が必要です。今回は山菜採りや渓流釣りなど、山で熊に遭遇しないための注意点や、県が進めている熊対策についてお伝えします。県内では去年10月に富山市で70代の女性が熊に襲われ死亡するなど、7件9人の人身被害がありました。こちらは熊の出没件数です。最も多かったのが平成22年の1387件で、去年は636件と過去4番目の多さでした。月別に見ると9月から11月までが最も多く、次に3月から6月までの時期が続いていて、冬眠前と冬眠明けの時期に熊が活発に活動していることがわかります。これからは山菜採りなどで山に入る機会が増えますが、熊が活発に活動する時期でもあります。特に今年は例年以上に警戒が必要です。県自然博物園ネイの里です。自然保護の普及と啓発を目的としていて、先月には動物の体を調べてジビエ料理を楽しむ催しを開くなど、自然に親しみながら学べる場として多くの県民に利用されています。クマはどんなところにいるんでしょうか。今からですね、山菜採りに入られる場合、去年この場所に行ったから今年会わないとかそういうことではなくて、やはり県内の山林に入る場合はですね、クマがいるということでしっかりクマに対する準備をして山に入っていただきたいと思います。県内の山はすべてクマの生息域です。特に今のシーズンは山菜採りに出かけて被害に遭うケースが増えます。被害を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。まずやはり出会わないための工夫っていうのは必要かなと思ってます。朝夕はもちろんなんですけども、もう時間帯関係なくですね、やはり山林に行くときはクマがいるということをまず認識して、偶然クマに出会わないためにですね、やはり鈴を鳴らす、あるいはラジオを携行していただくということは、もうこれは大原則かなと思います。あと新しい糞とかですね、新しい食べ跡ですね、そういうものを見つけた場合、近くにいる可能性が高いのでですね、そこでのまあ行動はやめていただいて、また引き返していただくということが重要かなと思います。複数人で行動していただいて、新しい痕跡があった場合は引き返していただく、またもし何かあった時のためにもですね、複数人で行動していただくということが重要かなと思います。万が一クマに出会ったらどうしたらいいのでしょうか。近くに車があったり逃げ込めるならもうすぐに逃げた方がいいですし、そこはまあケースバイケースになるかなと思いますね。クマとの距離がある場合は木の陰に隠れながら、クマを見ながら逃げるとかですね、いきなり走って逃げるとかですね、急なまあ行動は控える、クマに対する準備ということでクマ撃退スプレーというのがありますので、必ずこういったものを持ってきていただくというのも重要かなと思っています。近づいてくる、かなり至近距離に来るという場合はもう迷わずクマの顔面に向かってクマ撃退スプレーを噴射していただきたいなと思っています。顔面あるいは頭部、そういったところへのクマの攻撃というのはすごく多くてですね、いかにそこに攻撃を受けないかということが一番重要だと思っています。そういう部分を守るという意味でヘルメットの着用というのをお願いしています。ヘルメットを着用することによって守れる部分というのが大きくなるので。去年秋にはクマが大量出没し人身被害が出たことから、ネイの里では先月緊急シンポジウムを開いて安全対策などを啓発しました。春はですね、人がまあ熊の生息地に入るということで熊に襲われるという事例が多いんですけれども、春から夏に変わるぐらいにかけてですね、熊の繁殖期になってきたりですね、そういう意味では熊のオスの行動域が広がったりということで、平野部に熊が出て
人身事故につながっているという事例もありますので、平野部で新しいクマの情報があった場合はですね、その日はちょっと野外での行動を控えていただくということは重要かなと思います。クマによる被害の拡大を防ぐため、県では新年度から生息状況調査を行うほか、市町村が実施するクマ対策への支援を強化することにしています。県内に生息しているツキノワグマの推定個体数です。平成20年度から令和元年度までに、その数は推定で2倍近くになっています。県内でクマが増えているのはどうしてでしょうか。はいはい、富山県ではクマの生息数というのを推定ですが調査しております。一方、国の方ではクマが生息している場所、これをですね調査しております。全国的に生息場所が増えているという調査結果が出ております。富山県でも全国の同様に生息場所が増えておりまして、まあ、それが、クマの生息数が増えている一つの原因だと思います。県では自然との共生を図るため、被害防除、生息環境管理、個体数管理の3つの柱からなる富山県ツキノワグマ管理計画を立てています。この計画の中で1年間の捕獲数を決めるため、個体数の推定調査を5年ごとに行っています。クマが好きな餌、蜂蜜とかなんですけども、それをですねクマがちょうど立ち上がった手の届くような位置にですね、こうやって取りに行くような、そういう仕掛けを作ります。立ち上がった時にこの胸にですね白い模様があるんですけども、それを撮影できるように向かい側に自動撮影カメラを設置します。模様というのはクマ一頭一頭全部違いますので、それでクマを識別します。そういう仕掛けを県内の山の中にたくさん仕掛けまして、そのデータを収集して推定個体数というのを求めます。県では新年度に山間部のおよそ100カ所で調査を行うことにしています。それをもとに今後の捕獲頭数を決めることにしています。増えすぎましたら人身被害や農作物被害の増加につながります。一方、クマが富山県内で絶滅するということも防がなければなりません。そこで国の方では捕獲上限数というのの率を定めております。推定個体数の 12% 捕獲上限としております。で、富山県のツキノワグマ管理計画におきましても、その 12% を採用して捕獲上限数としております。去年秋にはクマの出没が多く発生し、人身被害も出たことから、県ではクマによる被害拡大を防止するため、市町村が実施するクマ対策の支援も強化します。市町村の職員の皆様とか、クマを捕獲に従事される方々がパトロール行くんですけども、その際の経費ですとか、そういった費用についての補助上限額というのをまず撤廃しております。クマを引き寄せる柿の木等の誘引物の伐採について、これまでよりも補助率をアップしまして上限を撤廃しております。訓練ですとか研修、そういった経費についても新しく補助対象としております。県では新年度から柿の木などの伐採といった環境整備の支援を強化します。今年度は補助率が4分の1で限度額が決まっていましたが、新年度は補助率を上げ限度額の上限をなくしました。またパトロール経費、資機材費などの支援も新年度は限度額の上限をなくしました。支援を強化した狙いは何でしょうか。クマの痕跡を調べると、その柿の実を食べたということも分かっております。それで県としましては、事前にできるクマ対策の一つとして柿の木等の誘引物除去というのが非常に重要だと位置づけております。これまでの統計上も9月から11月に多く平野部に出没するということが分かっております。ですので、柿の木の伐採は8月までに行っていただきたいと思っております。またパトロール経費についても上限を撤廃しております。近くでですね、パトロールがあったときには、内容を聞いていただきまして、車の中ですとか家の中に速やかに避難していただきまして、安全を確保していただきたいと思っております。
去年は熊の被害が出て、私たち県民に大きな衝撃を与えました。県内ではどの山でも熊に遭遇する可能性があります。山に入るときは万が一に備えて対策をして、遭遇しないように十分に警戒をしてください。お出かけの際にはクマの目撃情報や痕跡情報を載せた地図クマップを活用してください。ツキノワグマの目撃痕跡情報で検索してください。季節ごとの注意点を書いたチラシもダウンロードできます。ツキノワグマは冬眠中に出産します。生まれたての子グマはおよそ300グラム、5月になっても4キロと小さいです。万が一山で子グマを見かけても近づかないでください。そばには必ず親グマがいて危険です。懐かしい風景、懐かしい人たち、あの日の富山をちょっと思い出してみませんか。こちらは1981年自然博物園ネイの里がオープンした時の様子です。このセンターは都市近郊の身近な自然の中で誰もが自然に親しみ学び、自然を正しく理解するための自然学習の場として設けられました。ネイの里には毎年およそ1万3000人が訪れていて、県民にとって自然を学ぶ上で大事な施設の一つとなっています。熊の人里への出没など自然環境が変化する中、ネイの里の果たす役割はこれからも大きなものとなりそうですね。番組をご覧の皆さんの中から好きな富山県産品を1点選べる富山カード35を1人にプレゼント。感想や県への質問を書いてご応募ください。北陸新幹線金沢敦賀間開業を記念して3県共通のお得なフリー切符が発売されます。2日間乗り降り自由となる乗車券です。詳しくはお問い合わせください。県では成長分野へのチャレンジなど企業が行う従業員の学びの取り組みに対する経費の一部を補助しています。詳しくは県のホームページをご覧になるかお問い合わせください。次回はご覧の内容でお送りします。私が担当するのは今回が最後です。ありがとうございました。この番組は KNB ウェブからもご覧になれます。